株式会社東日本銀行は東京都に本店を構える銀行である。2016年4月に横浜銀行と経営統合し持ち株会社であるコンコルディアフィナンシャルグループを設立した。1924年に茨城県水戸市で常磐無人として創業し、1951年に常磐総合銀行として設立した。翌1952年に 東京都へ本拠地を移転し、都内を中心に店舗網を開拓。1989年に普通銀行転換により、現行名となる。木を図案化したシンボルマークは、相互銀行時代のものを継承している。公員が自転車で取引先を訪問する、機動性の高い営業スタイルを確立しており、中小企業や個人事業主相手の融資が中心で、あるが、 予対率は8割と高水準にある。店舗は東京都が45店舗、神奈川県が9店舗、千葉県が3店舗、埼玉県が5店舗、茨城県が13店舗、栃木県が1店舗であり、首都圏内で4県以上に広域展開する唯一の第二地方銀行である。キャラクターとしてフィリックス・ザ・キャットを採用。テレビ CM は一時期出していたが、 ラジオ CM がメインであり、TBS ラジオ日本放送を中心に出向している。2005年1月に消費者金融大手のアイフルが当社株式を買いまして、大株主となり、ライフカードと連携して、有志商品の信用保証や提携クレジットカードの発行など業務提携を行った。2011年4月にアイフル持ち株の大半を自己株式として取得しているが、 消費者金融大手が日本の銀行の大株主上位となった事例は同行のみである。2010年に石井道園が東取に就任すると規模の拡大のために経営統合交渉を8000台銀行や足利ホールディングスと水面下で行うも破談となり2014年11月に横浜銀行と金融持ち株会社方式での経営統合を目指すことで合意した。 2015年3月からの良好 ATM 手数料の平日定時無料化を皮切りに、横浜銀行及びそのグループ会社との協業が実施されている。2015年4月21日に、法人取引特化店舗として、青山支店を開設し、同形態の出店を進め都心部での店舗網の拡充に努めるとしている。2016年4月、横浜銀行ともに、 株式移転を行い、コンコルディアフィナンシャルグループを設立した。2018年7月13日、金融庁から業務改善命令を受けた。金利とは別に根拠不明な手数料を取引先から取るなど不適切な融資が見つかったためである。金融庁は同行の融資審査体制にも不備があったとし、内部管理の強化や経営責任の明確化などをまとめた。 経営改善計画を策定し、同年8月13日までに提出するよう命じた。関東地方に本拠を置く第二地方銀行としては、東和銀行に次いでインターネット支店、お江戸日本橋支店を開設した。所在地は本社所在地と同じである。首都圏を営業エリアとしているが、口座開設にあたっては、日本国内であれば居住地の制限はない。 インターネット支店独自の商品である専用定期預金なども取り扱っている。一般の支店と同様に次期キャッシュカードを発行しているが、投資店口座用のカードは浮世絵を衣装とした独自のデザインとなっており、3種類から選択できる。メトロポリタン銀行、東亜銀行と提携しているほか、横浜銀行との経営統合により、中国にある同行上海支店の協力を得る。 富士通とアウトソーシング契約を締結し、東日本銀の関連会社であった関東データセンターを同社に譲渡、称号を変更した富士通バンキングインフォテクノが開発、運用を担っている。2016年3月31日、東日本銀は経営統合による機関システム統合に関して横浜銀が 共同利用するシステムであるメイハーへの参画に向けた検討を開始することで基本合意したと発表し2019年1月4日に移行した。ありがとうございます。